本日は急遽の開催なんですが、ミートアップオンラインにご参加くださいまして、誠にありがとうございます。ですね、なんで急遽開催したかというと、全然いい話なんですよ。完全に悪い話です。ただ、何か言っといた方がいいんだろうなと思って、とりあえずライブ配信をしています。何かというと、うちの実家、あと僕個人宛てに、いわゆる殺害予告があったっていう話なんです。で、そのね、内容というか、極めて悪質で、注意喚起というか、何かしら参考になる、なればなと思って、今、メッセージを送ってます。順番に行くと、7月12日金曜日、先週ですよね、の16時台に、安芸高田市役所の代表メールにメールが行ってるんですよ。まあ、メールの連絡先が他にないからそこに送ったんだと思うんですけど、その内容が、僕個人で石丸伸二と家族を殺害し家に放火しますっていう内容なんですよ。件名からして。で、その中に、これなんかネットで出回ってますけど、うちの実家の住所まで書いてあるんですよ。電話番号と。あ、もちろんもう警察に被害届も出してます。っていうのが、まあ、今日、実家にまず連絡が昼ぐらいにあったらしくて、で、母親が僕に連絡をしてきたんですよ。どうしようみたいな。で、もう親にその対応させること自体が嫌だったんで、警察に僕が連絡をして、で、被害届をもうすぐ出すという話になったんですけど、郵送とかネットの対応がないらしいんですね。で、やむを得ず、広島県内には住んでるんですが、自分の兄を吉田安芸高田市の吉田警察署まで使わせて行ってもらって、で、この夕方に被害届を出したという状態です。で、なんというか、何が原因で何が動機かも全くわからないんですよ。こういう類っていうのは。ここに書いてある文面がどこまで本当なのか、嘘なのか、で、愉快犯なのか、全くわからないんですけど、ただそこに書いてある内容が、僕のネットニュースを見たと。で、これ何個かあるんですけど、動画を見たとか、ネットニュースを見たかってなった時に、明らかに今のこのインターネット、まあ、YouTube、他の SNS で妙に拡散してる悪ノリの動画が何らか影響してる可能性があると思うんですよ。たときに、その、発信元であるマスメディアで、それを展開している人たちは、やっぱり慎重になった方がいいですよね。多くの人に伝わる中で、そういうことをやってしまう人が出てくるんですよ。母数が増えれば増えるほど、一定の割合でね。たときに、さあもちろん何が直接的な原因かわからないんですが、影響するってのはわかりますんで、殺害をほのめかすとかじゃないです。具体的に僕自身と家族を殺害し家に放火するって書いてあるんです。これ以上ない悪質な脅迫文だと思います。まあこれはもう後も警察に任せるしかないんですが、そういう影響があるっていうのを改めてお知らせしといた方がいいんだな。で、これはもう、担当職人、マスメディアに対して言ってますからね。これまで、大枠許容してきましたけど、
しかし今のこの情勢、責任がないとは言わせないですよ。あれだけ切り抜きしといて、そこにね、悪意が見える形で放送しておいて、もちろんそれが全てだとは言えないし、わからないんですけど、こういう事例になるので、今回の話、自分の話だけじゃなくて、一般論として、度が過ぎるなんてもんじゃないですよ、今回の例で言えば。なんか夜道に気をつけろというような、ちょっと脅かしてやろうというものじゃなくて、明確な害が記されてるじゃないですか。っていうのは、ちょっと改めて、この、ネットを介して、マスメディアも含めてですよ。地上波とか新聞とか関係なく、今ネット使うじゃないですか。それぞれ SNS のアカウントも持ってますし。で、なんなら動画も配信するわけなんで。というのは、慎重になるべきだと思いますんで、それが、わからない人間がいるとしたら、情報を扱う資格ないんですよ。自ら発信するという立場においてね。なんなら発信するというか、その、情報を拡散するという立場においてです。まあ、個人もね、気軽にできる時代なので、なかなかその責任っていうのは捉えがたいのかもしれないんですが、で、何がね、現実のものになるかわからないですから、今。僕も今かなり自分の感情的なものもありながら、かといってこれで、で、また変に刺激をして、よくある連鎖とか、ね、変な方向に暴発させてはいけないなと思って、話してるつもりではあるんですが、まあ、ただちょっと、この今日昼からですね、その対応があり、今に至ってるので、これは、何らか発信した方がいいのかなと思って、今このライブ配信を行っているところです。まあ、多分警察が対処うまくしてくれると思うんですけど、という話でした。全然いい話じゃないですね。疲れた。まあ、ね、皆さん、いろいろ心配をね、してくださって、ね、申し訳ないんですけど、っていう話でした。ちょっとこれをまあ言っとこうと。そのメディアに対して全方位的に発信しようという思いで、多分、地元のテレビか新聞かはニュースにするでしょうし、どうせ公になるんで早めに言っとこうっていうふうに思った次第です。いや、うちの両親ね、まだ健在ですけど、秋田方の山の奥の方にひっそりと暮らしている老夫婦、に対して、ね、全くもって、不必要な不安を与えるっていう、その事象ですよ。っていうのが、まあ、あります。で、まあ、じゃあちょっとせっかくなんで、あとまあ、15分ぐらい、21時半まで、30分枠で、ちょっとお話ししますね。何がいいかな。その逆というか、逆サイドの話ですけど、今日か、週刊現代、講談社がうちの実家に謝罪に見られたっていう話は投稿した通りです。今日の昼ですね。今っていうふうに母親からメッセージが来ていたんで。まあでもね、講談社の方は真摯にこの問題に対して向き合ってくださったんだなというふうに受け取りました。で、こうしてみると皆さん、僕の話がよく理解できるんじゃないかなと思います。なんだっけ。ティットフォータットか、しっぺ返し戦略。西田先生がおっしゃってた。
あのミラーリングミラーリングミラーリングってのはもともとなんか心理学からの話が、あのデートの時に相手と同じ仕草をしようっていうのもミラーリングって一般に言うんですけど、あの分かりやすいかなと思って、はい、相手の態度を合わせ鏡のように映すっていう意味でミラーリングって言葉を使ったんですが、あの元々はあれは経済学かゲーム理論か、はい、失敗なし戦略っていうやつなんですよ。でこれをやっていくと再復活されるっていう、でその後で戦術面での話しましたね。報復攻撃っての意味があるっていう、なんだろうな、巻き飯に近いのかな、巻き飯、要は逃げる時の一手なんですけど、あの被害を恐れて、まあ実際物理的な被害もあるでしょうし、足が痛いとかね、相手の追撃の手が緩むんですよ。た時にそこで押し返すっていうのは一定程度効果があるんですね。で何より今回その相手が失敗返し戦略の通りね、あの和解を求めてきたっていう、で結果お互い良好な関係が築けるんですよ。で向こうもそういう態度で来てる、でうちも分かりました、良識があるメディアなんですねっていうことで、また取材に応じる可能性も出るじゃないですか。で取材ができるから向こうも記事にできるしっていう、ウィンウィンの関係に行き着くんですね。あれ押し返せなかったらどうなるかって言ったら、やられっぱなし、被害が拡大するか、でどんどん悪化して、もう取材一切受けませんってなって記事も書けなくなるっていう、そこで終わっちゃうんですよ。っていうのがしっぺ返し戦略の本質、まあ、戦術的に非常に意味がある。でもそれはあのいちいち個人にやるっていう話じゃないですよ。物には限度がありますからね。ただ相手が特に強い場合、立場がある時にはきっちり押し返しておかないとっていう話です。うん、あとそれこそ選挙速報の時のね、これは説明した通りですけど、僕が、メディアマスメディアに対して、しっかりここで手を打っておこうっていう、あれもちょっと戦略的な話をしましょうか。あの一番最後に次やったら勝ちますよっていうね、勝ち負けを唯一言及したっていうシーンがありましたけど、あれ本気でそう思うからそう言ったんです。で状況説明すると、例えば4年後僕が都知事選に出るってなったらどういう状況になると思います？ダークホース的な扱い、いや本命でしょ自分では恥ずかしいけど、まあ現職がね出る出ない分かんないですけど、しかし4年経った時45歳大本命じゃないですか、普通に客観的に言ってんですよ。その時にメディア扱わざるを得ないんですよ、でしょ、だからここから知名度を上げるとかもういらなくて、単純にむしろ逆なんですよ、ほっとけば自分がもてはやされるんですよ。この順番行列に並んでる順番でいくとターンが来るんですよ、ね、あの自分のターンが来るところで今ゲーム止まってるって考えたら、あの時きちんと、ね、一番有利な局面で手を打っておく戦術ってのがありになるんですよ。4年経ちました、なんて書くのかな、メディアは雪辱なるかって書くのかな、恥じゃない、恥を注ぐか雪辱か、まあでもまあ言葉として雪辱なるかとかね、リベンジとか言葉が踊るわけですよ。だった時にどのメディアも取材したい、ただ、ね、いや日テレはそういう態度を取ってたんで絶対に取材受けませんから一番最初の宣言する、ほら困るでしょ日テレ、どうします、その時の偉い人スポンサーからも怒られますよ、今回のスポンサーどこついてたか知らないですけど、あの時間帯ね、日テレ、まあ、どこの、じゃあもう一個ありました TBS でしょうか、 TBS の取材、まあ、一切受けませんね、あの開票速報の後のリレーのインタビューも入れません、告示前も告示後も一切シャットアウトですって言ったらもうびっくりでしょ、今から考えてなかったでしょ、恐らく日程の方考えてました、うん、考えてるとしたら対応が変わるんじゃないですか、うん、テレ朝でもいいですよ、テレ朝
あの1時間20分のインタビューをアップしないんであれば、もう二度と取材受けません。金輪際です。4年後も。こら困った。ね。ものすごいカウンターが来るでしょ。で、そのカウンターを予見してないっていうのが油断なんです。おごりなんです。どうして許されるだろうと思ってますよね。じゃあ、テレ朝があのフルの動画をアップしない限り、テレ朝の取材はもう二度と受けないです。でしょ、僕。どうするのかな。やむなしって言うのかな。まあ、4年後だからいいのか。4年後にはもう責任者も変わってるでしょうからね。でも残ってる人地獄ですね。だって4年後にまた掘り起こされるんですよ。自分たちの、ね、恥ずかしい部分が。で、みっともないメディアがいましたって吊るし上げられる。ね。これが戦略ですよ。自分の立場が強いか弱いか、どこに置かれてるのか、常に意識して動くっていうのはこういうことなんですよ。あまりにも無邪気すぎますよ。マスメディア、まあ、別にコメンテーターの方を個別に吊るし上げるとは思わないですけど、ね、コメンテーターコメントするのが仕事なんで、それぞれ好きにコメントされたらいいんじゃない、それは別に構わないんですけど、ただそれを企画するテレビ局は責任大きいと思いますし、メディアとして襟を正さないと自滅するだけで、そこであの潰したいから言ってるんじゃないですよ。そういうことをやってるから国民の意識がだだ下がりだっていう、これ2回目ですね。そういう思いです。じゃないとです。じゃないと、国民の意識が変わらない限り、政治なんて立て直せないんですよ。政治がね、誰かが頑張る話じゃなくて、国民が頑張る話なんです、政治再建っていうのは。で、そのために、どうしてもマスメディアの奮起が必要なんですよ。他ならんね。なので、4年後をちょっと考えて、今からしっかり軌道修正なのかな。あるべきメディアとは何なのか、ジャーナリズムとはっていうのを、もっぺん考えてほしいなっていうふうに思ってます。はい。たちまち明日、ね、僕に出演オファーをしてきたテレ朝の人とか、連絡しなくちゃみたいな気になるのかな。で、あれだけ、ほがらかに終わった1時間20分のインタビューで、これだけなんか炎上してるって、僕結構びっくりしました。何をどうやったらそうなるの？はい、という話でした。あと10分ぐらいですね。ごめんなさい、なんかスパチャが全然読めてないですけど、ちょこっとだけ見通しますね。うん、政治とメディアの言い方が変わったね。うん、これもまあ、一応言っておきますが、正解はないと思います。僕が言ってる話も、唯一絶対の正解ではなくて、いろんな意見があるっていうのはもちろん承知をしてるつもりです。ただ、なんだろうな、母だからこれしかないっていうふうに思い込んでる嫌いが、他の何よりもメディアにあるんで、うん、そこに危機感を覚えてますね。これ相変わらず、なんか多すぎてスパチャが見れない。回線速度の問題じゃないのかなとか。でも本当にね、皆さん、あれ、というか、お金大事にしましょう。もう、そんなに、ね、ポカスが投げなくていい、いいというか、大事にしましょう。もっと有意義な使い方ありますよ、きっと。僕はこのライブ配信を成り立たせるのに、会話の核が欲しいんです。これについて話すみたいな。で、スパチャを利用するだけなので、ここで稼ごうとは全然思わないです。自分の食いぶりじゃ何とかしますから。ね、島根俊二落ちぶりでも、自分の、ね、食いぶりぐらい、何とかしますよ。というか、ね、これまでの蓄えも、いくらかはありますし、うん、今無職ですけど、たちまち食うには困らないので、はい、皆さん。本当に、お金大事にしてください。例えばね、何かっていうと、いろんなエピソードがあるんですけど、選挙の期間中に、事務所にお金をね、持ってきてくれた方がいらっしゃるんですよ。10万円。千葉から。でもその方、年金生活の方だっていう話なんですよ。
年金生活ですよ。2ヶ月に1回ね、年金が振り込まれる日に、ATM の前に行列ができるというぐらい、その、年金、お金がね、入ってくるのを楽しみに、そして大事にされてると言われる方が、なんかね、1万円札が9枚と残り1000円札だったのかな、なんか、本当にお金をかき集めて、ね、僕の事務所に届けてくださったデータがあるので、もう、なんだろうな、もう、いらないっていうのもまた変なんですけど、いやー、なんかもう、お気持ちの変ですよね。というのが、うん、すごくあるのね、うん、と思います、はい。メディアの切り取りが、これ僕分かんないです、何を切り取られたのか。一夫多妻制と遺伝子的に子供っていう、この意味が分かってない人がいるのか、ていうかメディアをどう切るんだか分かんないからあれなんですけど、いや、それぐらい今考えられないことが出てこないと人口減少が止まらないっていう話です。上の2つを推奨してる人間が今いないっていう前提の話です、ね。どこの昔の王宮の話ですか、ね、何のマトリックスの世界ですか。カプセルの中で、ね、人間が作られるみたいな。っていうのがないから人口減少でも止まらないよねっていう話をしたのに、なんでそこが出回るかなっていう、そういう情報の扱いをしてたら、結果社会が混乱するんですよね。今回でマスメディアの思惑に気づいた人たちが増えましたね。まあでも皆さん、薄々なんかね、気づいてたところだと思うんですけど、ね、ジャーナリズムを言うんなら、もっと自覚しないと身を滅ぼしますよ。マスメディア。ただでさえもう今の淵にいるんじゃないですか。気づいてないの？いや、新聞社とかの方が危機感あると思うんですけど。本日誕生日。みんなでね、お祝いしましょう。ね、何かこう、ポジティブな話があった方がいいですよね。はい、皆さんおめでとうございます。おいくつになったのかな。まあ、何歳になっても誕生日はめでたいですかね。自分が生まれた日、きっとその瞬間に、ね、すごくたくさんの方が祝福してくださったんですよ。じゃないと人間って大きくなれないですからね。野生動物が、動物の中で、これだけ社会的に守られないと、ね、生態になれない。生態？大人になれない動物って珍しいんじゃない？ね、おめでとうございます。ちょっと今ので、ね、最後一個だけやってください。瞬間時ってどっから？僕の話じゃないんですよ。蓮舫さんの話なんですね。蓮舫さんが選挙の後、なんかね、ショックを受けてるっていう内容なんですけど、その中で、なんだっけな、なんかショックからか、痩せ細った印象があるとか書いてるんですよ。そう、本当に、あなたの感想ですし、そんな印象つけなくていいじゃないですか。あれはね、なんか見てて、読んでて、いい気しないんですよ、多分。いるのかな、ああいう表現が。いる、いやー。うん、ね、ちょっと全然違う話、最後しちゃいましたけど。いや、もしそれだったらね、逆にですよ。当選した方に、ね、勝利の安心から、安心感からか、ね、母の周りにゆとりが見えるとか。でも失礼でしょ、それ明らかに。わかるでしょ、この失礼さが。これまた切り抜かれるかもしれないですけど、今のは例えですよ。それぐらい失礼だっていう話ですよ。ね、人の容姿に対してとやかく言うのはね、ほんと良くないと思うんですよ。あれ、うん、日本って未だに言うのか、それ。アメリカだと考えられないですよ。容姿に、まあだからアメリカじゃないからここはいいのかってなるはずですよ。いや、でもやっぱり良くないですよ。人の容姿を上げつらうというか、ね、なんかそこに、褒めるのもね、ちょっと今、難しい繊細な部分があるのに、ましてね、そこを悪く言うとね、別に僕、レオさんなんかかばうメリット何もないですけど、うん、ただ、それこそあれでしょ。じゃあ、記事がいかに、捉えてないかっていう話すると、
告示の前に、選挙戦が始まる前に共同記者会見がありました。その場でレオンさんと挨拶したんです、初めて対面してね。でレオンさんわざわざ立ち上がって僕と握手をしてくださったってね、その話しましたよ。でその時の、ね、手がすごいほっそりしてたっていう。そうだから、もともとレオンさんって華奢な方なんです。テレビのね、印象とかあるかもしれないですけどね、元気いっぱい話されてる。でも、もともとすごい華奢な方なんです。それに対して痩せ細ったとかね、本当ね、余計なことをね、言うのだと思って。そうだったらね、なんか僕の老け度合いの方に注目するのはまだいいですよ。疲れが見えて、なんか白髪が増えたような気がするとか。 というのもあるので、いや、それは気をつけましょうよ。なんだろう、さっきの、脅迫にも関係するんですけど、変に伝播するんですよ。そういうの、なんか悪乗りする人も出てきますし、あ、言っていいんだみたいなのがあるので、それはやめておきましょう。政治家に対する批判評価、批評はさあ、あって当然だし、受け止めないといけないです。で、基本よくないですよ、誹謗中傷を。ね、これ認めてるわけじゃないです。ただ、ね、ある程度付随してしまうっていう面は否めないです、現実問題です。しかし、だからやっていいって話じゃないです。これレオさんご自身もおっしゃったんですけど、相手も人間なんですけど、人格攻撃、パーソナルアタックです。個人攻撃、そう、日本で言うと。個人攻撃はやめないと、だって、そんな業界にまともな人入ってこないです。つまり自分たちが選挙の時に選ぶ、そこにまともな人がいなくなるんですよ、この戦略。絶対取っちゃダメでしょ。国民、メディア。誰得なんですか、それ。でしょ？そう。なので、適切な批評は加えられるべきなんですけど、誹謗中傷っていうのは自分たちのためにならないの、政治家に対する。ね。増税メガネはギリ、ギリ。ね。増税の話するし、メガネだし。ね。クソメガネはやっぱダメです。悪口になっちゃいます。と、ちょっと最後は、まろやかな雰囲気にして終わろうかなと思います。ごめんなさい、もうスパチャ全然、ね、読めてないんですけど、これに4万8000人もで今付き合わされてしまって申し訳ないんですけども、今21時30分もう回ってしまったので、今日のこの緊急ライブ配信は一旦ここでお開きと。あ、ごめんなさい、増税メガネも言い過ぎた。なんかそこで止めないといけないです。でも止めるの難しいですよ、きっと。増税メガネ OK、どうかな、 OK だね。でも、本人が嫌って言ったらやめてください。じゃあ、記者さんが増税メガネってどう思ってるんですか？あれ、どこかで答えてらっしゃったの？いや、あんまりいい気しないですねって本人がもし言われたら、絶対ダメです。相手が嫌がることを言っちゃ、やっぱダメでしょ。いや、批評とかではなくて、単なる誹謗中傷になるっていう話。はい。というわけで、節度、思いやりを大事にしていきましょうという話でした。